はい、ございます。おはようございます。今日は1月はい11日の金曜日、はい、この赤いチキタンドリーティッカーです。鶏のもも肉の皮を取ったスパイスに漬け込んだチキンを炭火で焼いていきます。美味しいですよ。はい、今インフルエンザ流行ってる、風邪が流行ってるんで、風邪ひきそうな前に食べてください皆さん。このスパイスが体に入ることによって体の中を温めてくれます。でスパイスの力で体質改善が起こり、風邪のひきにくい体、いいですよ。体温まってこれ食べて寝るともう最高。疲れが取れて次の朝には元気になります。風邪ひいてからじゃ遅いです。ひく前に食べてくださいね。そうするとスパイスの力で元気になります。今からこれを美味しい炭火焼いていきます。外カリッと中ジューシーに美味しく仕上げていきます。